こんにちは。今回はセントラルドグマや RNA の種類についてお話ししていきます。前回は DNA と RNA の違いについて重点的にお話ししました。また、遺伝子は人間の設計図であり、非常に大事なものなので、細胞の中のさらに奥、核の中に保存しているという話をしていました。今回は DNA が人間の設計図であるというところにフォーカスしていきたいと思います。まずはじめに、そもそも DNA は何をするものなのかについて見ていきたいと思います。DNA の情報は、メッセンジャー RNA というものを経由して、タンパク質の合成に利用されていきます。この DNA からタンパク質まで一方通行で進んでいくことをセントラルドグマと呼びます。ウイルスなどの特殊な場合を除いて、ほとんど全ての生物の体内では、DNA からタンパク質へと一方通行で進んでいきます。繰り返しますが、これをセントラルドグマと言います。では、そのセントラルドグマとは一体何でしょうか？これは2つの単語に分けることができ、このように、中心という意味と、原理原則や宗教教義というふうに訳すことができます。つまりこれらを合わせると生命にとっての中心的な原理原則という意味になります。これでもまだ意味が分かりづらいと思うので、もうちょっと噛み砕きましょう。これぐらい噛み砕いて OK です。ないと生きていけないものぐらいに覚えてください。そして人間が生きていく中でないと生きていけないものとしては、インスリン、アミラーゼ、細胞など、ホルモンや酵素、そしてそもそもの細胞などが挙げられます。実はこのインスリンやアミラーゼ、細胞というのは全て DNA に作り方が載っています。そしてその作り方をもとにインスリンやアミラーゼ、細胞などを作っていきます。もうお気づきかもしれませんが、インスリンやアミラーゼ、細胞というのはタンパク質から作られます。つまりこれが DNA からタンパク質を作るという一連の流れ、セントラルドグマになります。さて、DNA は人間の設計図。もう少し深く踏み込むと、DNA は人間を構成するタンパク質の設計図でした。そして、その遺伝子、設計図なので、もしなくしてしまったり、破いてしまう、破損してしまうと、もうタンパク質を作ることができません。なので、なくしたり壊れたりしないように、核の中に厳重に保管しています。しかし、設計図なので、製造現場に持っていかないことには、タンパク質を作ることができません。持ち出すと壊れる危険性がある。でも製造現場には持っていきたい。どうしましょうか？その解決方法は至って簡単で、コピーして持ち出せばいいということになります。原本は貴重なものなのでなかなか持ち出せませんが、コピーして持ち出せば、そのコピーが傷もうがなくなろうが問題ありません。またコピーすればいいんです。そして DNA を製造現場に持ち込むためにコピーをした結果できてくるのが RNA です。RNA は DNA と塩基が一つ違いますが、これはコピー品だと示すための目印だと思ってください。住民票などをコピーすると、うっすらと透かしで複写とかコピーって入りますよね。あのイメージです。これはコピー品ですよ。原本ではないですよ。といった目印だと思ってください。そしてここでできたコピーを核の外に持ち出して製造現場まで持っていきます。ここで行われている DNA から RNA にコピーすることを転写と言います。この後出てくる翻訳と区別がつかないという人がたまにいますが、持ち出すためにコピーをしています。コピーです。転写の2文字、どちらも転載するや移すという意味なので、どう考えてもコピーです。この核の中で DNA が RNA にコピーされるんだ、持ち出し用のコピーなんだということを理解していれば、この部分が転写だったかな、翻訳だったかなということはなくなると思います。持ち出し用のコピーです。しっかり覚えましょう。そしてこの持ち出したコピーの方ですが、実はこれがメッセンジャー RNA です。情報を製造現場まで持って行ってくれる、メッセンジャーしてくれるので、メッセンジャー RNA です。一般には省略して M
RNA と呼ばれます。さあ、そして先ほどの持ち出し用のコピーですが、コピーしてすぐ持ち出すわけではありません。皆さんももしかすると経験があるかもしれませんが、コピーを取った時っていらない部分もコピーされちゃうことってないですか？この部分っていうのは全くいらない部分なので、製造現場に持ってくとただ邪魔になってしまいます。ではどうするか。このように編集している部分だけを持っていくと思います。実は先ほどの DNA から RNA にコピー、そして製造現場へ持っていく、その最中にもこの編集が行われています。次はそこを見ていきましょう。 DNA がコピーされて RNA になった時、実は正確にはメッセンジャー RNA ではなく、その前駆体となっています。これは先ほどのイラストでいくと、余分な部分までコピーしてしまった状態です。そしてそれを編集する行為のことをスプライシングと言います。スプライシング、何が起きるかというと、このようにいらない部分を切って必要な部分だけをつなぎ合わせるという行為をします。ここまで来て成熟、メッセンジャー RNA となり、核の外へ飛び出していく準備ができます。またこの時2番、4番、6番の部分がイントロンと呼ばれます。いらないので切り取ってしまって核の中にポイッと捨てる部分です。覚え方は、核の中にインしたままなのがイントロンです。編集後に残っている1、3、5、7、8の方はエクソンと言います。核の外にエグジットしていくのがエクソンです。このようにしてイントロンとエクソンというのも覚えておきましょう。スプライシング、コピー品の編集ですが、先ほどのイラストに合わせるとこのようになります。製造現場に持っていく方、核の外にエグジットしていく方がエクソン、核の中にインしたままなのがイントロンです。このように覚えましょう。では話を少し進めて、タンパク質を作るところに近づけていきましょう。 DNA はタンパク質を作る設計図だ。そしてそのタンパク質っていうのは体を構成するものや酵素などいろいろあるんだという話を先ほどしました。さて DNA は ATGC の4文字です。 RNA なら AUGC の4文字です。そして人の体を構成するタンパク質の元になるアミノ酸は何種類だったでしょうか？そうです、20種類です。 DNA や RNA の4文字で、この20種類のアミノ酸、どうやって設計図を書いているのでしょうか？もし仮にアミノ酸がたった4種類しかなければ、 A はバリン、 U はロイシン、 G はグリシン、 C はトリプトファンみたいに1塩基1アミノ酸で対応することができます。 AUGC、AUGC という設計図があれば、バリン、ロイシン、グリシン、トリプトファン、バリン、ロイシン、グリシン、トリプトファンというふうにつなげていけば、タンパク質を作ることができます。しかしアミノ酸は実際は20種類です。 AUGC 1塩基ごとに当てはめることはできません。ではどうしましょう。ここでは一文字で無理なのであれば、複数の塩基で表せないかということを考えてみます。例えば二文字で考えてみましょう。このように AA、 AU、 AG、 AC、 この後もUA、UU、UG、UC というように2つの塩基で表そうとすると、4種類かける4種類で16種類、つまりアミノ酸16個までの表記は可能になります。しかしアミノ酸は全部で20個です。まだまだ足りません。ここまで来ればもうわかるかもしれませんが、2文字でダメなら3文字で表記してみようということで、このように3文字で表記してみます。そうすると3文字の組み合わせだと、ここに書いた通り64種類のセットができます。結構余りますが、アミノ酸を20種類表記することが可能になりました。そしてこの塩基3文字でアミノ酸1つを表記するというのが、実は人間の体の中で行われています。この3文字1セットのことをコドンと言います。例えばこんな風にパッと見よくわからない配列も、コドンの解読表というものを使って
3文字ごとに区切って読んでいけば、何が書いてあるかよくわからない暗号も解読できます。RNA3 文字からアミノ酸1つへと変換しているので、これはある意味で別の言語に翻訳していることになります。英語から日本語に翻訳しているようなイメージです。そしてこの RNA からアミノ酸へと情報を変えていく、翻訳していくことをそのまんまです。翻訳と言います。先ほどの転写とこの翻訳、どっちがどっちかわからないという人がいるという話をしましたが、ここまで聞いたら、いやいや、コピーする方が転写でしょう。RNA っていう言語からアミノ酸っていう言語に翻訳してる方が翻訳に決まってるじゃないかというのがわかると思います。ここまでしっかり押さえておいてください。また、今赤で囲ったように、左下 AUG、メチオニン括弧開始というのは、実はコドンを解読するとき、翻訳するときに、ここから読み始めてくださいというきっかけになります。日本語の文章で冒頭が一マス空白になっていたり、英語の文章で最初の文字が大文字になっていたり、あんな感じのここから読み始めるんですよという目印がこの AUG メチオニンです。そして今度右上、終始と書いてあるものがあります。これはここまで来たら読むのをやめてくださいという丸やピリオドみたいなものです。メチオニンのところから始めて終始で止まる。ここからここまでを読んでくださいという目印になっています。また読み始める目印を間違えると困るので、開始の部分はたった一種類です。逆にうまくストップがかけられないと無限に読み続けてしまって無駄な時間を過ごしてしまうので、絶対に止めるんだという強い意志を持って終始止める方は3種類あります。読み始める場所を間違えないように、開始は1種類、絶対に止めるぞという強い意志を持って終始は3種類あります。ここの1種類と3種類を入れ替えて誤った選択肢で出ることもあるので、しっかり押さえておきましょう。では先ほどのパッと見よくわからない配列を頑張って解読してみましょう。今矢印で示したこの部分に、ここから始めるんだよの目印 AUG があります。開始するんだよという目印になる3文字ワンセットコドンなので、これを開始コドンと言います。そして開始コドンはメチオニンに対応しているので、ここはメチオニンになります。その次のコドンは ACG です。先ほどの表から読み解くとスレオニンとなります。同様にどん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 翻訳していくと、あるところで UGA、 ここで止まってくださいの目印が出てきました。ここで止まってくださいの目印になる3文字ワンセットコドンなので、これを終始コドンと言います。繰り返しますが、翻訳するのは開始コドンから終始コドンまでのこの間だけです。さて、今は私が先ほどの解読表を見ながら開始コドンから終始コドンまで解読していきましたが、実際に我々の体の中でこの暗号解読をしている、つまり翻訳をしているのは誰でしょう。実はこれがタンパク質を合成している場所、リボソームが行っていることです。リボソームの働きはこのコドンからアミノ酸へと変換する翻訳を行う場所です。次からはこのリボソームがどのように翻訳していくのか見ていきます。さて、先ほどまでと同じ配列を用意しました。この配列の中でリボソームは開始コドンを見つけて、このようにユニットと呼ばれる複数のパーツがカチッとはまるようになります。この状態でリボソームは何をするのかというと、抽選会のようなことをします。抽選をして該当する番号の人は前に来てくださいというように呼びかけます。実際には当選番号ではなく、リボソームが読み取った RNA の情報をもとに呼びかけます。今開始コドン AUG のところにリボソームがへばりついていますが、この時点で
AUG に対応する札を持っている人を呼び出します。ここで前回お話しした塩基ごとにペアを作る相方の部分というのが大事になってきます。塩基の A とペアを作るのは U でした。塩基の U とペアを作るのは A、 塩基の G とペアを作るのは C なので、ここでは UAC の人が当選となります。ですので左下の人が抽選を行い、 AUG という札が書いてあれば、それとペアになる UAC の札を持っている人来てくださいというふうに呼びかけます。呼びかけた結果、このようにリボソームの席にパコッとはまります。同様に右隣の ACG の3文字を読み取り、その札に対応する UGC を持っている人来てくださいというふうに呼びかけます。このようにしてリボソームの中の2つの席が埋まりました。この後どうするかというと、今動かしたように1番目の人を追い出して3番目の人を呼びます。もし見逃した人がいたら少しだけ戻ってもう一度見てみてください。リボソームが1個右の塩基を読みに行くときに、1番席にいた UAC を外に追い出します。そして2番目の席にいた UGC が左側の1番目の席に移動します。そして2番目の席が空いたので、そこに GGA に対応する CCU の札を持った者が走り込んできます。このようにして次の当選者を呼びます。そして一番最初 UAC を追い出すときに、単純に全部追い出すのではなく、その UAC が持っていたメッチ用人だけここに置いてってくださいというふうにお願いして、メッチ用人を置いていきます。置いていくだけじゃなく、隣にいた THR と書いてあるスレオ人につなげる形で置いていきます。ではもう一つ動かします。画面に注目していてください。次は左側の席にいる UGC が追い出されます。そして UGC が持ってるメッチ用人スレオ人というものが右側のグリシンのところにつなぎ合わせられます。集中して見てください。では動かします。はい、このように動いていきます。動きや何をしているのかが整理できていない人は、このあたり何度も見てゆっくり理解してください。あとは同じことをひたすら終始コドンまで繰り返していくことになります。そして左上、メチオニン、スレオニン、グリシンといったようにアミノ酸がつながってどんどん上に鎖が伸びていきます。この上から出ていくアミノ酸の鎖がタンパク質になります。もうなんとなく分かってきたかもしれませんが、リボソームはこのように RNA の情報を読み取ってアミノ酸をつないでいく。アミノ酸がたくさんつながっていくことでタンパク質になる。これが翻訳です。そしてリボソームに呼び出されて、ふらふらと近寄っていき、持っているアミノ酸を置いていけと言われて追い出されてしまう。画面右下のようなものがたくさん登場したと思います。実はこれがアミノ酸を移送、トランスファーしてくる RNA なので、トランスファー RNA、 tRNA というものです。リボソームの呼びかけによってアミノ酸を持ってくる RNA、 トランスファー RNA、 tRNA、 これも覚えておきましょう。さて、トランスファー RNA についてもう少し見ていきます。トランスファー RNA はこのように塩基3文字とアミノ酸一つがつながった構造をしています。 UAC ならメチオニン、 UGC ならスレオニン、 CCU ならグリシンのようにアミノ酸とつながっています。そして先ほどメッセンジャー RNA の3文字1セットのことをコドンと呼ぶという話をしました。トランスファー RNA の方にも塩基3文字1セットのものがあります。実はこいつの名前はコドンではなくアンチコドンと呼ばれます。意味としてはコドンの向かい側
反対側に来るという意味でアンチコドンです。今ここに書いたメッセンジャー RNA はコドンを持っている。トランスファー RNA はアンチコドンを持っている。よく似た言葉たちが入り乱れるので、メッセンジャーとトランスファーを入れ替えたり、コドンとアンチコドンを入れ替えたりして、引っ掛けの選択肢が出てくることがよくあります。ここの違い、区別をしっかりしておきましょう。覚え方としては、人生で一番嫌いなイニシャル T の人を思い浮かべて、アンチ誰々みたいに覚えましょう。アンチ田中みたいな感じです。もし田中さんが聞いていたらごめんなさい。T がアンチ。メッセンジャーの方はアンチじゃない方ということで、コドンと覚えられるかなと思います。さて、メッセンジャー RNA とトランスファー RNA 以外にもう一つだけ RNA が存在します。それがリボソーム RNA というもので、リボソームの構成成分の一つです。ただ、このリボソーム RNA は覚えることは一つだけです。何かというと、細胞内の RNA のうち最も多く存在するということです。メッセンジャーやトランスファーよりもぶっちぎりでたくさんあります。リボソーム RNA、基本的にこれしか出題されないと思ってください。リボソームの構成成分であるリボソーム RNA。これは細胞の中で最も多く存在するもの。これだけです。これも M や T と入れ替えてメッセンジャー RNA が最も多く存在するみたいな引っ掛け選択肢が出てくるので違いを区別しておきましょう。少し長くなりましたが今回のまとめです。今回はセントラルドグマ。DNA からメッセンジャー RNA、そしてトランスファー RNA の力を借りながらタンパク質を作っていく。このような一連の流れを確認しました。一つ一つすごく大事なので、わかりづらいところがあれば何回も見ながらしっかり自分のものにしてください。覚えてほしいところを箇条書きにするとこんな感じになります。DNA は人の設計図で気軽に持ち出せないので、メッセンジャー RNA に転写してから外に出していきます。そしてメッセンジャー RNA の情報を翻訳するのはリボソームです。リボソームの呼びかけによってアミノ酸を運んできてくれるのがトランスファー RNA です。メッセンジャー RNA とトランスファー RNA、それぞれ運ぶものの違いに注意しておきましょう。メッセンジャー RNA は DNA に書かれているタンパク質の設計図の情報を製造現場であるリボソームまで運んでいきます。トランスファー RNA はタンパク質を製造するリボソームまで材料であるアミノ酸を運んでいきます。この違い、しっかり覚えてください。そして最後、リボソーム RNA は細胞内で最も多い RNA です。これしか出ないので、これは覚えておきましょう。このあたりは流れを覚えるだけで1点取れるようになってくるので、得点源としてしっかり覚えておきましょう。もし分かりづらいところがあればコメント欄で指摘してください。追加の解説をしたいと思います。今回はここまで。お疲れ様でした。これからも分野横断的な解説や対策動画を出していく予定です。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。また、LINE スタンプの発売をしました。詳しくは概要欄からお願いします。ほなね。